今日の発表させていただきますガイダンスのライブラリを簡単に触ったので、その紹介をしたいと思います。はいえー、と背景としては、まあ、最近、大規模言語モデルは、まあ、本当に、えー、とバズワードになっていろんな開発はされてて、いろんな、まあ、ビジネスの場面で応用されているし、まあ多分これからもどんどんされていくと思うので、でそれを扱う、えー、とライブラリー について、えー、と今日紹介したいと思います。も、えー、ともと OpenAI が c h a t g p t をリリースして、OpenAI が直接 Python のライブラリを提供して、そこから直接叩けるんですけど、でえー、と多分あまりにも基礎、まあ、できすぎて、もっとそのアプリケーション向けの、まあ、ライブラリが、えー、と好ましいかなと思ってます。でその中に、えーと まあすでにランゴチェーンというのがすごく有名で、スタッスも多いし、その別にマイクロソフトはすでにセマンティックカーネルというえとよりまあ効率的にえとまあ大規模言語モデルを扱うライブラリーはリリースしているんですけど、今回はまあ先日改めてマイクロソフトからガイダンスというえと新しいライブラリーがリリースされたので、それをえと少しえと触りました。 まあ簡単にそのガイダンスで使われるテンプレート言語の内容とガイダンスの基本文法とコアとなるこの g n 関数について今日軽くその実例を見せながら説明していきたいと思いますテンプレート言語はなぜここで話題になるかというとガイダンスはそのハンドルバーズというフロントエンドで ここで HTML とか構成するための、まあ、フロントエンドで使われるテンプレート言語を採用しています。でもその文法のところを、まあ、詳しくソースコードを見ていくと、まあ、完全に位置しているわけではないんですけど、まあ、大体こんな感覚で書、えー、けます。でまあ、特に特徴的なのがそのエンベリング変数を、まあ、その書きたいときはこの カわリー、えっ、ー、と、ブラッケットを2個、えー、と書くことで、えっ、ー、と、そのエンベリング、感想をエンベリングします。で、具体的にはその HTML でどのように、えー、と書かれているのかは、もうここのホームページからのガイドが、えー、ありますので、そこを参照してください。で、ガイダンスでは、えっ、ー、と、どういうふうに書くのかは、ま,あえー、またその Jupyter ノートブックを、えー、と見せながら 説明していいいきたいと思いますで、えー、とまず基本文法については、ここまあ、先ほどチャット GPT とか言ったんですけど、ここは特にそのあのオープン AI とか他の会社が公開している API だけじゃなくて、ローカルで、えー、と動かしているオープンソースなモデル、まあ、最近もかなり、えー、といろいろ、まあ、多く出てるしいろんな動物の流れのモデルとか、であとはそのちゃんと性能が、えーとまあ、それなりに 出ているモデルもあるので、まあ、こういったローカルで動かしているモデルにアクセスすることもできます。でも今回は、えーとまあ、チュートリアルというかその説明のために、まあ、性能が担保している OpenAI の、えー、とモデルを使うことにします。まあ、ローカルで動かすだけでも Facebook が出しているラーマとかは、えー、とととよくその7ビルの えとモデルを使ってるんですけど、それをまあローカルで、まあ、ダウンロードするだけですでにかなり苦労してて、さ、ま、ら、あ、にローカルで動かすにはまあ大変ということなので、今回は簡単に API を使うことにします。で、えー、とまずはその、まあ、基本分布を入る前に環境について確認します。あすみません。えーと 自分が使っているのは Python の3.8.6のそんなに新しくないバージョンで、ガイダンスのバージョンは先日インストールしたばかりなので、0.0.63というバージョンです。今使っている、念のため使っているノートブックのバージョンはこれです。7にはアップグレードしてないです。最近はなんか大きなアップグレードがそのバージョン7に、ノートブック7にあるらしいです。 でえー、ともちろんここインポートガイダンスです。で特にこれ長いので多分そのうち、えー、とインポートガイダンス as 何かがまあ流行るんじゃないかなと思います。まあ、GD とか元短めの、えー、と何かが、まあまあ、使いやすいかなと思います。で、ここでインポートしたら、えー、とまずどのモデルを使うかを先に、えー、と指定しますという、えー、と流れになります。で一応後で、えー、と実際 呼び出すときに渡すこともできるんですけど、まあ、こうやってあの事前に指定した方が分かりやすいです。で、ここで OpenAI、えー、のかなり基本的なモデルのテキスト Winch003 を使うん,なんですけど、まあ、もちろん、えー、と API キーが必要になってきます。ここで的、まあ、にコードで渡す、まあ、渡せるんですけど、まあ、ここで渡すんじゃなくて、えーくてえー、環境変数または、えー、とこういうファイルを まあここで渡さなかったら環境変数とそこのファイルにえと、まあ、自動的にえと見つけに行きます。まあ、なかったらもちろんエラーが出ます。で、ここで一旦えとガイダンスと LMS のオープンエンのモジュールを呼び出して、そこでモデル名を渡します。ですぐ定義できます。まあ、ここはまあ本当に定義だけで、まだ実行に入ってないので、かなり早いです。 で、次からは、ここで、えっ、ー、と、まあ、あの、グローバル変数っていうか、その、まあ、モジュールの属性みたいなもんで、ここで .lm でこ、これで一旦定義したら、また次に、ま、ガイダンスをから新たに呼び出して、えっ、ー、と、プログラムとかを定義します。で、ここで渡すのは、先ほど、えっ、ー、と、紹介した、その、えっ、ー、と、ハンドルバーズのテンプレート言語になります。で、ここでテンプレートの文字列を渡して、えっ、ー、と、この、 プログラムというオブジェクトを定義しますでここは自由度がかなり強くていろんなプロンプトとかその、まあ、特にいろんな、えー、操作ができるようになります。でえー、と出力としては、まあ、ここはまだ入力は何も入れてないんですけど出力としては、えー、とこのエンベリングの中に、えー、と生成してほしいジェネレートの略のジなので でその生成されたここの箇所を指している変数名をコンプ m p ションにえっにするという定義をしています。なので、これは何々についてのセミナーです。これをまずはこのブラケットの中に言語モデルに保管してほしいです。で保管したこの部分の内容だけをコンプレーションという変数名にするという意味になります。なので、定義して実行することになります。 で、まあ、まだ実行中です。今、OpenAI の API に問い合わせしてます。これでパッといろいろ出てきます。で、面白いのは、まあ、本当にデータサイエンスかなんかに何も言ってなくて、本当にセミナー、アバウトだけ言ってるんですけど、まあ、セミナーだといったら、まあ、大体データサイエンスだろうっていうノリにです。で、ここは今、えっ、ー、と、基本的に大体ライブラリに ある機能としては、キャッシュとして一旦同じ入力について、この出力を管理します。例えば、先ほど2、3秒ぐらいかかったところは、ここでもう一回、えー、と実行すると、まあえー、と大体同じ,あの同じあの、キャッシュされているので、一瞬で同じ結果が出ます。こんな感じです。 これはちょっと長いです。長いので、途中で切りたい。途中で切りたいときは、ここ、ジェン関数のパラメータとして、ストップというパラメータを渡せば、で、例えば、ここ、ドットをストップパラメータに渡したら、初めてドットが現れるときに切ります。ここで初めてドットが現れたのが、このデータサイエンスの直後なので、本当に、 まあ2単語しか出力しないことになりますドットも切られましたでこ特に、えー、と気をつけないといけないのは、まあ、大体改業が挟まれているので,で、ここでもし改業を入れると、多分改業だけが残して、あやばい、大丈夫ですか。で、えっ、ー、と、はい、何も発生しない。なぜかというと、ここデータサイエンスの直前に改業があったので、改業で切ると、本当にそれ以降は表示されないことになります。 でえー、とこれはキャッシュで保管しているんですけども、まあ、もちろんキャッシュをクリアすることもできます。でキャッシュをクリアして、でもう一回、えー、と生成しようとすると,、えー、と、最初の時と同じく3秒、3、5秒ほど時間がかかることになります。はい。こういった、まあ、基本的な使い方にはなります。で、入力ももちろん入れることはできます。まあ、フレキシブルなので。 でここはまあ特にセミナーじゃなくて入力として、えー、とイベントという変数を、まあ、パラメータをここに置きます。なので実際に呼び出すときはここで指定されたイベントというパラメータに、えー、と入れたい単語を入れてで、えーとまあ、ここは代替されるので,で出力は同じくコンプリートになります。なのでセミナーはデータサイエンスに連想されたのでワークショップに入れます。 ワークショップに置き換えるとデータサイエンスとか勉強系じゃなくてビジネス系にいきなりなりました。でえー、っとはい。という入出力を扱うことはできます。なので流れとしては LLM を事前に指定してテンプレートモジュレースを渡して呼び出して実行することになります。で少し進んだ使い方についてはここでプログラム2つ定義されているので、えーっと プログラム2の中に、こうやって、えっ、ー、と、矢印みたいなのを入れて、で、ここの変数をプログラムピースは、まあ自分が勝手に定義してないんですけど、ここ矢印を渡すと、えっ、ー、と、文字列じゃなくて、ここを階段そのプロ、あの、オブジェクトそのものを渡すことができます。で、ここ渡して、保管されたら、プログラム1にイベントという変数があるので、そこにさらにイベントを与えると、 実行することはできます。なので、えーとまあ、生成の箇所は同じコンプレーションなんで、こうやってやると、先ほどと同じ、実は同じテンプレートになるので、その結果もキャッシュされています。h a n d b a r ルズは、えー、と HTML とかで、えー、と使われるテンプレート言語なので,で、えーと、特にフロントエンドでこうやってフォーループとかを 使うケースもあるので,で、同じくガイダンスで使うこともできます。で、フ、え、ォーループなんですけど、ここは1、まあの、まあ、シャープから始まってスラッシュで終わりということで、イベントという、えー、とイタリーブルなオブジェクトを渡せば、それをループして、で、えっ、ー、と,という、まあ、各ループの中にそのイベントのエレメント、要素になります。なので、順番にセミン セミナー、チュートリアル、レクチャーとかに入れて保管するとで、まずはそのセミナーの場合はデータサイエンスになります。チュートリアルの場合は面白くてマシンラーニング。で、レクチャーだとアティフィ,アアアティ,フィシャル、まあ、人工知能になります。なので、えっ、ー、と、段階的です。まあ、これは面白い順番で。はい。で、えっ、ー、と、次は チェーンの関数のはストップとか以外でもいろいろ引数が渡せるので少し見ていきたいと思います。まず最初に渡すのはネームっていうここコンプレーションという変数名です。ここが生成されたところを指す変数名で例えば、えーとまあ、辞書みたいなアクセスができて例えばこのようにアクセスすることができます。でストップは先ほどと紹介したで途中で切りたいときに使う のアイイデンティファイアです n というのは回数なので、n イコール5にすると同じ入力について5回繰り返して生成することになります。言語モデルは乱数を扱えるので、シードとかを変えると同じ入力に対しても全然ではないけど、若干微妙に違う出力ができるので、ここを繰り返すことで多様性とかが確認できます。 なので、えっ、ー、と、これ一旦 n イコールファイルで実行することにします。まあ、少し誤解、まあ、なので、5倍ぐらい時間がかかります。まあ、実行しているときに他の、あ、出て,出てきました。まあ、ここで、えーとまあ、n イコール5なので、この出力は長さ5の、えー、と配列になります。 でここちょっとバグかわかんないんですけど、まあ、このプログラムイベントセミナーをえーと直接見せるとノートブックではえとこのようにえと2、3、4、5のえーと要素はからの文字列になります。ここで一つ目の文字列しか生成してないように見えるんですけど、まあ、実際にここ 保管するところの変数名はコンプレーションにしているので、コンプレーションでまあ辞書みたいに呼び出すと、えっ、ー、と、ここのアウトプットがありますので、ここ実際呼び出すと、まあ、ちゃんと誤解も入っていることが分かります。はい。えっ、ー、と、なので、じ実は誤解繰り返して生成し直した。で、ここで、えっ、ー、と、まあ、 特に気になるのは大体見た目同じです。微妙に、まあえー、と違うんですけど、まあ、全く同じ出力とかもあるんです。で、えー、とこれはなぜかというと、まあ、テンプレーチャーという、えー、とどのぐらい自由にその発散するパラメータがあって、えー、とテンプレーチャーはもともと理論物理学とか解析,あの解析物理学とかから来たその、えー、と変数名なんですけど、 えっと、なので、えー、とここで、テンプレーチャー0とテンプレーチャー1で生成してみると、多分全然発散の度合いが違います。で、ここでまた時間がかかります。で、ここ、テンプレーチャー0で生成すると、すごく忠実で、5回とも。 多分おそらく全く同じ種力になります。なので自由度が全然ないです。まあ、受験の小論文みたいな感じでパターンがあります。で、位にするとすごく破産してて、えっ、ー、と、そもそもデータサイエンスでもなくなります。いろんなトピックになります。で、ライフバランスとか、えっ、ー、と、リーダーシップとかになります。なので、えー、と自由度とかをコントロールするときは、テンプレーチャーは、えっ、ー、と、すごく有効です。 ここマックストークンズっていうのは、まあ、その変数名の通りに最大トークン数を出力するときにまあ制限することになりますで。ストップとかのような途中でアイデンティファイアが現れたら、えっとまあ、切るんじゃなくてでトークン数が超えられたら、えっと、切ることになります。まあ、例えばここをマックストークン100にすると、まあ、大体100単語のところで切られます。トークンはまあ厳密的には まあ、トークナイザーにもよるんですけど、厳密的には、えー、と1単語1トークンとは限らないんですけど、まあ、大体ちょっとだけ、まあ、単語の、まあ、難しいですけど、まあ、1.5倍2倍とかの感じですかね。で、えっ、ー、と、マックストークン100にすると、まあ、大体、まあ、このぐらいの長さになります。で、テンプレーちゃんも紹介したので、 えとここでいろいろすべての引数を使ってで N イコール5でマクストークン100とか大体、えー、とデフォルト値で0.7にするところが多いかなと思うので,でこうやって、まあ、実装すると大体それっぽい結果が出てきます。ですはい。なので、えー、と待っているときに最後の、あこっちです。まとめです。 でまあ、今日はちょっとガイダンスの使い方をまあ紹介してみました。で、えー、と基本の文法と漢字の生成関数の引数とかを紹介しました。えーとまあ、これからはまあ余裕があれば他の便利な機能、もう少しえと深掘って便利な機能とか、えー、とアドバンスな使い方もまあ将来紹介したいと思います。はい、自分からは以上になります。